まあ、さん今の職業を教えてください。で僕は今独立して、まあ、物販など自身のビジネスも含め取り組んでおります。以前の職業は？以前はコンビニの店長や SB をやっておりました。はい、ありがとうございます。それで稼ぎるようになって独立した？そうですね、はい、はい、ありがとうございます。具体的な成果を教えてください。大体今平均で40万から50万くらいの利益を上げています。稼げるようになってできるようになったことを教えてください。そうですね、やっぱり会社員の時ですと呼び出されたり出会ったりとかなかなか自由な時間っていうのは手に入れることができなかったんですけども、やはり独立してからの方が自由に活動できるようになったかなと思います。野田さんにとってアカデミーはどんなところですか？はい、そうですね、で起業家アカデミーというところですといろんな物販をやっている方が見えるので多くの情報が非常に入ってくるところがすごいメリットがあっていいところだと思います。最後にこれから参加される方に一言お願いします。最初やられるっていうところであるならばやっぱりそのマインドの面であったりとか多くの物販っていうのを学べるので非常におすすめです。